こんにちは、みさきチャンネルみさきです。見て、緑の服、私には珍しい色。この服ワンピースなんですけど、見て、めっちゃ可愛い。今年のトレンドカラー緑やねんて、だからゲットしちゃいました。で、そんな話じゃないねん。こないだね、ちょっと行き過ぎてるなと思ったコメントたちがあったので、そのコメントたちに物申していくっていう動画を出させていただいたんですよ。ほんなら、その動画に対してのコメントもまた面白いものがあったので、いろいろ紹介していきたいなと思って、またこの動画を撮らせていただいてます。たくさんコメントいただいたんですね。コメントしてもらった視聴者様、ありがとうございます。まあ、ちょっと面白いものからんってものまでいろいろあったので紹介します。声どうした、おっさん、めっちゃ笑ったその動画のね、私の声がやばかったんですよ。ほんまに自分でも編集しててめっちゃ思いました。いや、あれは完全な酒焼けです。前の日マジで飲みすぎたんですよ。やばいぐらい飲みすぎて、あの声でした。それに関してはすみません。まあ普段からしゃがれてるんですけど、さらにえぐいことになってまして、私のそのしゃがれ声が気になる方はぜひ前の動画ご視聴してみてください。で、次、コメントに対して反論動画出して、またそのコメントに対して反論動画出そう、目指せ女版粗品出しちゃいました。この動画別に粗品さんを目指してるわけではないんですけど、気になるコメントもあったのでこの企画やらせてもらってます。大半のコメントがアンチというか、その批判的なコメントはもうスルーやで、無視やで、気にしないことが一番やでっていうコメントがめっちゃ多かったんですけど、私的にはコメントは一個ずつほんまに読ませてもらってますし、いただいたコメントに対しては受け止めます。でもね、ほんま昔ぐらいからめっちゃ最初の頃に来たコメント、クソババアクソババアじゃねえし、わからへん、そのコメントしてくれた方がいくつの方かわからへん、子供から見たらババアや、それは認める、そういうのはね、はぁってなるけど、それ以外のまあまあ意見というか、アンチのその基準も難しいですよね。意見として私は受け止めるつもりです。次のコメント、ほんま男やろ、なわけないやん、女です。え、なんでなんやろ、おかまっぽい、私初めて言われた。結構ね、何人かの方から来てたコメントの中に肩幅狭っていうのがあったんですよ。私ちょっと痩せたら華奢になれるんちゃうんかなとか思ったりして、昔から肩幅は狭いんですよ。バレーボールをずっと、このこっちのバレーボールをずっとやってたんですけど、その割にめっちゃ肩幅が狭いんですね、実際。だからちょっと華奢な女の子になるかな。次、いや怪しい、怪しくないわ、本物です。前その動画の中でもめっちゃ本物やねんって言ってたんですね。多分それに対してのコメントやと思うんですけど、怪しくないよ。で、もう一個これに関連したコメント、偽物にしか見えん、うまいことしたんやな、本物なら証明希望やったろやないかい。ってことで、今日のほんまの企画、偽物偽物と言われ続けてるこのおっぱいを本物やと証明します。包丁手術してると下からライト当てると赤く光るみたいなんで、ライト当てて証明しますか。光ったらどうしよう。光りません、本物なので絶対に光りません。で、どんな感じで光るんかなと思ってググってみたんですけど、結構この辺から丸く、シリコンを入れてる方限定らしいんですけど、この辺から結構な感じで光るんですよ。で、暗いところでやらないとダメらしいんで、今日の夜あたりライトで確認したいと思います。はい、というわけで夜になりました。今日の夜あたりって言ってたんですけど、実は1日経ってます。すいませんバタバタしてて昨日の夜撮れなくて1日経ってしまいました。なのでちょっと化粧の感じが違うかったりするんですけど、すいません。いや、これね、毎日私顔違うんですよね。男の人にはちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、化粧ってほんま絵なんですよ。絵心皆無の私にとってはめっちゃ苦痛で、毎日顔違う、ほんまに絵心ないんですよね。また私の絵を見てみたいという方はぜひコメントください。で、
ライトを使って照明していくって言ってたんですけど、このライト LED 限定らしくて、 LED の懐中電灯を買ってきました。そして1日時間あったので、いろいろ私も調べました。で、他の照明の仕方もあったので、いくつか、まず1、揺らす。これね、揺らしたらね、制限かかるんちゃうかなと思うんですけど、みさきチャンネルおなじみの年齢制限がかかっちゃうんじゃないかなとか思うんですけど、ちょっと揺らしていきます。揺らすってどう？こんなん？あ、ほらほら、もうわかります？本物本物感。ほら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 、あ、でも、こう見たらちょっとシリコンっぽい。いや、ぽいとかじゃないねん、本物やねん。まあ、こんな感じの揺れぐらいで、揺れ具合でございます。で、次に形ってどう？めっちゃ汗かいてるんですけど、じゃあ360度いらないと思うので180度ちょっとお見せします。いきますよ、ゆっくりライザップみたい。ディンディン。え、ライザップの音ってどんなやった？わかりました？形、ちょっとね、これがね、めっちゃきついんですよ。私が太ったからなのか、ちょっときつくてこの辺のに出てるんですけど、この子形も、まあまあ別に普通です。普通なんていうの、まあ、この辺のお肉が出てるってことは本物ですよ。ではいよいよ最後、ライト当てていくんですけど、このままこうね、横からとかこの辺から当てていくんですけど、当てた時に、私今こっちに当ててんのにここまで光るらしいんですよ、シリコンを入れていたら。だからここに当てて、こっちも光ったら偽物やんかと突っ込んでください。お前ここまで引っ張っといて偽物かよって叩いてくれて結構です。これ真っ暗にしないとわからないので、ちょっと真っ暗にしてみます。今部屋の電気を消して撮影用のライトだけがついてる状態なんですけど、めっちゃ怖い話する雰囲気、懐中電灯を持ってとりあえず当てていきます。この辺に当てようかなと思うんですけど、ライトも切るよ。いきますよ、ここだけ光ってたら本物、全体光ったら偽物。いきます、3、2、1。ほら、ここだけ。わかります？粉の赤いのが全体的になるらしい。本物でしょ？これは完全に証明できたと思います。よかった、光らなくて。今回身の潔白を証明したくて、動画2本分もこの話題で撮っちゃったんですけど、まあもうこれで証明できたんちゃうかなと思います。今回ライト使ってほんまにここしか光らなかったんで、シリコンは入れてないよという。でもね、私本物やのになんかわからんけど全部光ったらどうしようってめっちゃドキドキした。よかったです、もう偽物とは言わさへん。っていうかね、まず本物ならもうちょっと大きくしてるよ、サイズもうちょっと欲しい。本物なのでこのサイズなんですけど、私も本業の OL の方の仕事を辞めるぐらい YouTube の方で稼ぐことができたのなら、好調に考えてみようかなと思います。ではでは。